プロペラヘッドソフトウェアは、コンピュータミュージック用ソフトウェアの開発を主な事業とするスウェーデンのソフトウェア開発企業である。1994年創業。本社は、スウェーデンストックホルムに所在。創業者は、CEO のエルンスとネイソースと BS、開発者のマーカス・ゼタークイストとピーター・ユーベルの3人。マーカスとピーターは、クラビア社。 ノール・リードの開発者でもあり、またマーカスは、クラビア社、D ドラムとスタインバーグ社、カベスの開発者でもあった。当初より、音楽制作ソフトウェアの開発に注力しており、1994年に、ブレイクビーツ作成用ツール、リサイクル、1997年にローランド TB-303、TR-808、TR-909 TR を申した。 ソフトウェアシンセサイザー、リバース RB-338、2000年に、スタジオラックを模した統合型ソフトウェアシンセサイザー、リーズン、2009年にレコーディングソフトウェア、レコード、2012年に iOS 用作曲アプリ、フィギュア、2013年に iOS 用音源アプリ、そう。4iPad を発表するほか、リーズン、 レコード向けのライブラリー製品も制作している。2011年には、同社発のハードウェア製品である、オーディオインターフェース、バロンスを発表した。日本では2004年までは、カメオインタラクティブ。2004年から2010年までは、ミナナジャパン。2011年以降は、コルグキットが、正規代理店を務めている。主な受賞は、米テックアワーズ2002。 ドクミパアワード2003、AMIA アワーズ2011、ドクイフ、デザイン賞、ゴールドアワード2012、ドクレッドドット、デザイン賞ベストオブザベスト2012など。ありがとうございます。